This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok, and we laid over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイは依然としてロケ地として高い人気を誇っています。タイの米輸出が4ヶ月ぶりに増加しています。法務省は人権研究所を開設しました。シェラロンコン大学とリボーメット社は健康・美容分野の研究で協力すると発表しました。それではまず初めのニュースです。タイは依然としてロケ地として高い人気を誇っています。タイは国際的なプロダクションの間で人気のある撮影場所として知られています。撮影は国や地元の人々に莫大な収入をもたらすと同時に、国全体の映画産業を活性化させています。タイは人気のロケ地としての高い評価を維持しており、最近ではシンガポールとアメリカのテレビ局 HBO の2つのドラマシリーズの制作チームが、南部ソンクラー県ハジャイ市を撮影ロケ地として選び、政府はこれを歓迎しています。国際的な制作プロダクションと協力してきた現地コーディネーターのパット氏は、全ての制作クルーが撮影の間地域経済に貢献したため、これらの制作チームの撮影は地域社会に収入をもたらしたと述べています。パット氏はコロナの適切な管理と規制の緩和によって、タイは国際的な制作プロダクションにとってさらに魅力的な国になるとの自信を示しました。次のニュースです。タイの米輸出が4ヶ月ぶりに増加しています。政府はタイからの米の輸出が顕著な伸びを示し、今年1月から4月にかけて過去最高の279万トンの米が輸出されたと発表しました。プラユット首相は、この輸出額は512億バーツ、およそ15億ドルで、前の年の同じ時期と比べ 23% 増加したとして、米輸出の先行きに楽観的な見方を示しています。米の輸出をさらに促進し、作物の生産を支援するため、首相は国家機関に積極的な対策を講じるよう指示しました。また海外市場において、高い米の価格を維持するための活動も行われる予定です。最近の米の価格の上昇は、価格が安定し、タイの米が海外市場で競争力を持つようになったことがその理由だと説明しています。タイは現在、インドに次ぐ世界第2位の米輸出国です。商務省国内取引局は、米の輸出量が今年は800万トンに達し、2022年の769万トンを上回ると予想しています。5月10日現在で、米の輸出量はすでに305万トンに達しており、現在も受注が続いていることから、増加傾向が続いていることがわかります。タイ米の主要な輸出先は、イラク、インドネシア、アメリカ、南アフリカ、セネガル、バングラディシュ、中国、日本、カメルーン、モザンビークなどです。ウドム副局長は、タイの米に対する世界的な需要が継続していることで、価格競争が維持され、農家を支援するための価格保障など、政府の介入の必要がなくなっていると強調しました。
現在、総選挙後で新政権が間もなく誕生する政治的には流動的な状況の中で、対米輸出協会は主要作物に影響を与える政策により混乱する可能性について懸念を表明しています。対米輸出協会は、新しい連立政権を形成する2つの主要政党である前進党とタイ貢献党による農作物の価格に関する政策について明確にする必要性を強調しました。タイ米輸出協会は重要な作物の開発に支障をきたすことを避けるためにも新政権には政策を明確に表明してほしいと求めています。次のニュースです。法務省は人権研究所を開設しました。法務省は社会のあらゆるレベルで人権の尊重を促す試みとして人権の発展に関する研究所を開設しました。ウィサヌ副首相の司会で先日人権開発研究所の開所式が執り行われました。この人権開発研究所はタイにおける人権保護の原則を推進させる主要なプレイヤーとして法務省の下で運営されるものです。人権開発研究所は、社会のあらゆるレベルで人権が尊重される文化を創造し、国民の権利、自由、義務に対する意識を高めることを使命の一つとしています。ウィサヌ副首相は開所式で、権利と自由には常に責任が伴う。人権は人間性と結びついており、人々は自分の権利を認識する必要があると説明しました。副首相はもし人々がきれいな空気に対する権利を認識すれば大気汚染を緩和するための取り組みに積極的に参加するようになるだろうと述べています。ウィサヌ副首相は人権開発研究所が政治部門、民間部門、一般市民における人権に関する知識の普及に重要な役割を果たすとの自信を示しました。人権自由保護局のルアンサック局長は、人権開発研究所が国の人権に関する取り組みを推進するための政府のメカニズムとして機能することを期待しています。次のニュースです。チュラロンコン大学とリボーメット社は、健康・美容分野の研究で協力すると発表しました。国立チュラロンコン大学とリボーメット社は、健康や美容における研究開発や技術革新で協力する方針です。4社は、チュラロンコン大学薬学部の専門知識を活用した栄養補助食品と化粧品の開発におけるパートナーシップを強化するための覚書に調印しました。チュラロンコン大学のブーンイット学長とリボーメットタイランド社のマサナ CEO がこの覚書に調印しました。この調印式には、チュラロンコン大学薬学部のポーン・ナノン教授、リボーメットタイランド社のシリポン社長が立ち会いました。今回の提携は、1年間の契約で、研究開発、研究プロセスを通じた人材育成、研修、就業体験など、様々な活動を網羅する予定です。このパートナーシップは、健康、美容ビジネスに関わる全てのステークホルダーに利益をもたらすことを目的としています。チュラロンコン大学薬学部は、過去にもリボーメットタイランド社への技術移転の実績があります。特に効率的な医療デリバリーシステムやアントシアニン抽出に関する専門知識を共有し、栄養補助食品と化粧品産業の開発に役立てています。このような協力によりイノベーションを促進し、ウェルネスと美容分野の進歩に貢献するという大学の方針がさらに明確になっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイは依然としてロケ地として高い人気を誇っています。タイの米輸出が4ヶ月ぶりに増加しています。法務省は人権研究所を開設しました。チュラロンコン大学とリボーメット社は健康・美容分野の研究で協力すると発表しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
tung khai chuyện này sớm mốt cùng quay để say mân khiết tiếng ta rất xa tiếng tan gạt mà là siêu ít tròn tay đặt cửa chân lang chân lồng chạy để khuyên chiếc giá mi hàng chân luôn trên你有没有后拜你有没有后来我在跟外亲来跟外相在走啊拉修一转带养一只狼去弄在你问我要这什么GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.